帯川修水ですここは古典のですね、えー、旧請求の課題を書いてみたいと思います、えー、旧請求の課題がですね、えー、もう数年来あの書いて4、えー、文字ずつ,つ書いて書き進んできているんですけども案外とあの画数の多い字が多いんですよね で今回は、えー、2行目はほどほどの、まあ、画数多い方ではないですけどもね、えー、ですけども1行目が随分とすっきりしてます、えー、このスタイル「伝える」「伝」の字それから「大の字、えーね、案外あこれだったら書きやすいなと思うんですけどもね、えー、ところやところが、えー、どっこいって言うんですかね、えー、と書いてみたらですね難しいんですとても。 えね本当にねあらこれはちょっとこのね部分あのー、実際のねサイズがありますがこの部分がえー、ねちょっとほらこれちょっと書きづらいなあと思うようなね、えー、部分になります。それから王様の王王様の平凡なんですけどもね上の方がちょっと広いかな下の方が狭いかな。えー 幅はね、本当にすらりとした感じですで、あの隣の、えー、この K の字とそれからこちらの字の背の高さが違うんですけどもあんまり小さくなりすぎてもあの釣り合い、同じ半紙に書くんでは釣り合いが取れないので少しだけ2行目の大きさに合わせて1行目ちょっとちょっと大きくね書、えー、いてみてもいいのではないかなと思います。 それでええー、と書いてみたいと思うんですけどもね。あのここの最後の抽出のところ、それからここの下の部分ですね。ちょっとこんな風になってますけどもね。これをですね。少し、えー、練習してみたいと思います。こちらの部分なんかもね。で、これは三角形の動きがあると思うんです三角形の動き、三角形の動きがあるのでは？ ここれはこう下げて三角形の動き。それから「もの」の字の、えー、上の部分とかも少し三角形の動きこれは左左上右下がる左上右下がるこんな感じの右の方にねこう回ってくるような三角形でしょうかねこれ左側から右側に行って下がる。 それと逆にですねこちらの方は右に行って左上に上がって下がるようなこうね、えー、右側からこういう三角形でしょうかねでこちらの方は、えー、左側からの三角形、ね、この話だけじゃわかんなくなってきたのでちょっと、えー、書いてみたいと思います。えー、っとですねまず こちらの方にですね。えー、三角形書いてみます。三角形ですね。すっ。す。ですよね。左から。こんな風に。それで。えっ、ー、と。こちらの方の部分も。 横線ちょっと書いてみよう横線書いてえー、と上に行ってこういうような動きがあるんじゃないかなと。ですので12あるんじゃないかなということでこの練習を少しですね、えー、横上左っていうようなね、えー、形で普通の三角形を描く時の。 一二から始めると思うと、二。三。一緒にお願いします。えー、書いてみますよ。一二三。一。そしたら、今度はですね。一。二。 小さく動きます動きでね、えー、こちらの方かけるんじゃないかと思います。それからえー、ともう一つですねもう一つ。えー でんの下のところこちらの方も、えー、書き出しですね。一、えー、これで一緒でいいと思います。えー、ちょっと意味がわからないと思いますけども、一二三三角形書きます。一こんな動きです。一二 それから、あとですねこちらの方こういう動きになってますけども、えー、この右側の点とかですね点の部分とかはそれの場合にはこう置いて下に下がって上がるような今の反対ですね動きは反対ツッ、はい、でこれはですね ここの部分も同じような要領で書けるのではないかなと思いますえー、っとですねものの上のところこのところを書いてみます1 1,2,3終わるような形でしょうかね。はい。ということで、えー、説明が長くなってごめんなさい。えっ、ー、とね、えー。それで実際に書いてみたいと思います。えー、ちょっと説明長かったらね、えー、早回しをして、えー、書くとこだけでもね、えー、見てください。えーうん それでは書いてみたいと思います、えー。打ち込みはですね、すってここでちょっと上に持ち上げてよいいよしょ、えー。こんな感じで。 これはほ上にもそれからこれは「お」上にそれからおを書きますほか で、ここの長さの真ん中にちょっと下がったところに、えー、よいしょ。感じでねえー、とあら下に、えー、下に書きすぎましたね場所ね、えー、少し上の方にさっ と線が安定すると思うんですけどもどうでしょうかしてみてくださいここ開けますちょっと上に持ち上げて 細くしてから、強く押さえて、左側にちょっとお先を出してくださいはい。こんな感じで、これね、えーと下がりすぎましたね、えー、ごめんなさいうんそれで、ええー、と横に名前を入れます会所か行所ですかね、えー、ちょっと行所で でしたがね。印象漢字の場合にはリンと入れます。ええー、書いてみました。ええー、これだけねもっと一と上に上げてくださいね。 こここのところは、えー、横に行ってえししる,押し上げて戻るそれねあのうまくいかないわっていう方の場合にはこうしてからギュッと押し上げるだけちょっとこうしてから少しこっち入りますかねちょっと押し上げるだけでもいいのかなと思います。 とということでねちょっと長くなりました、えーね、今日は、えー、長い時間聞いていただきまして見ていただきましてありがとうございました。はいということで練習してみてください。ありがとうございました。失礼します。